今日さ、近所のお友達が遊びに来たから。プップル。ちょっと遊びに来てくれたんだけど、一緒にやっていい？あ、プップル。え？アップルだ。アップル。アポ。頭入るかな。入ったね。よかったね。アポのアポ。挨拶は？こんにちはプップル。こんにちは。はい、こんにちは。おぼけちゃった。ちょっとプップル来た。はい。プップルちゃんは、ちょっと近所に住んでんだけど、今日遊びに来てくれたから、一緒にドラムをやってみようかなと思います。え、その手でできる？ね。あんな、なんかその手でできないか。プップルちゃん、椅子、プップルちゃんドラムやったことありますか？ない。ないって。ちょっとさ、みんな一回さ、ね、みんな一回ちょっとさ、プップルちゃんでさ、あれやって聞かせてあげてよ。聞いてるか。で音楽流さないとどうやできない。じゃあ音楽さっきの流すから一回やってあげてね。はい、じゃあみんなプップルちゃんにドラムってこういう楽器だよって教えてあげてくださいね。じゃあ今日練習してるやつをみんなでやりましょう。いきますよ。1 2 1 2 3 4拍手してくれたよ。じゃあ今度はプップルちゃんもドラムやってみますか。やってみますか。じゃあみんな一緒にやってみようか今日プップルちゃんとね。でも足でっかいから入らない。足、あ、そっか、足入んないかな。え、じゃあさ広くすればいいじゃん。じゃあちょっとさみんなお手伝いしてあげて。じゃあさ、はるくん、はるくん、ちょっとこの椅子どけてあげて一瞬。え、どけ。うん、椅子どけてあげてこっちに。はい、で、いいよ。じゃあプップルちゃんそこに行ってください。後ろから椅子を置きます。はい、もうちょっと前行っていいかな、ね、じゃあはるくんを後ろに椅子置いてあげて。あ、偉いね。俺の足の満杯もある。はい、どうぞプップルちゃん座ってみてください。転ばないように。大丈夫かな。足入るかな。ゆめちゃんの代わりだ。もつかしながら入る。今からブンブルはゆめちゃんの代わりだ。そこら辺まで。あ、入る入る。入った？押し下ろされてボンって。うん。あ、すごい。じゃあこっち足はこっちにも入れてみて。これでいいよ、これでいい。じゃあちょっと誰かさ、スティックの持ち方教えてあげて、プップルちゃんに。はい。はい。トウヤ君お願いします。そこにスティックあるから教えてあげて。うん。あ、届くからね、渡してあげて、プップルちゃんにスティック。そこにあるやつ貸してあげて。1本の手に1個。1本持って。
うん、こうやって持つ、こうやってね、こうやって持って叩く。トウヤくん、トウヤくん、トウヤくん、チッタ、チッタってやり方教えてあげて。うん。手バッテンにするやつ教えてあげて。よし。じゃあ、左手の手を下にしてあげて、右手上にしてあげて、そうだね。ワン、ツー、スリー、フォー。合ってる？みんな合ってる？合ってる？右手両手にしてもらう？右手両手でやってもらおうか。右手両手。右手両手ね。ちょっと違うんじゃないの？うん、ちょっとじゃあはるくん教えてあげて、右手両手どうなんだっけ？あ、できた？合ってると思う人。よし、できたね。じゃあみんなドラムを乗って、プップルも一緒にさっきのやつやってみようか。じゃあプップルは今日初めてだから、ちったちっただけね。みんなはさっきのやつ、うん、じゃあプップルちゃんと一緒に今日の練習をやってみましょう。プップル足いいの？うん、足は今日はいいかな、ね、じゃあみんなが頑張って、プップルの分いくよ。またプップル来るかな。はい、いきます。1, 2, 1, 2, 3, 4. じゃあみんなプップルに拍手。はい。プップルちゃん、ドラムどうでしたか？今日は楽しかったですか？あ、よかったね。じゃあみんな来週からプップルちゃんこのクラスに入ってもいいですか？いい。本当？うん、いい。本当？え、毎日入ってほしい。うん、毎日入ってほしい。よかったね、プップルちゃん。このでかい靴見たい。ね、はい。じゃあ今日はプップルちゃんはお家に帰ります。みんなでさよならしましょう。はい、じゃあみんな起立。じゃあみんなプップルちゃんのとこ行って、そばに行って。はい、じゃあ今日のレッスンは終わります。さようなら。さようなら、バイバイ。はい、プップルちゃんご苦労様でした。お母さんの、はい、記念写真ちょっとこっち見て、みんな。はい、じゃあ記念写真撮るよ。せーの。